TV。こんにちは、サイフォン TV の萩原です。今日はどこにいるかというと、岩手県に来ています。岩手県の盛岡市、盛岡市郊外に今建設されている柳川ダムの、今ここは、まあ、ここは工事現場じゃなくて、ここは事務所の方なんですけど、これから建設工事をちょっと見学させていただけるということでやってきました。では早速行ってまいりたいと思います。はい、あれこう回転させながら、はい、ずっと掘ってみて、あ、はい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 、まあ、所定の震度まで行ったら、こういった形でちょっとセメント見るっていう、あ、はいはい、あ、グラウト、そうですね、はいはいはい。あとすみません、あのさっきから定期的にあのアマちゃんのテーマが流れているのは、あれは何の、これはあのクレーンが動くとき、あ、なるほど、よく取りますよ、なるほど、はい、これが動き出すと、はい、あ、なるほど、そういうことだったんですね。賑やかでいいですね。あ、じゃあ、挫折してる時もずっと動くたびに流れてますか。へぇ、昔は結構こう、信号音というか、はいはいはい、ピーピーみたいな感じだったんですけど、最近は。あ、なるほど。これ、動画大丈夫かな。先生、失礼します。橋梁でアップルキャッチ、はい、あ、これですね、はいはいはい、工場で作ったんですけど、はいはい、これを見せていってるのが今の、はい、なるほど、というわけで柳川ダムの、現場に来ました。今現場を歩いていて、今現場橋梁だから洪水脇の上に橋をかけている段階みたいです。あ、ここからもう天板橋梁になるんですね。なるほど。8本が1セット、はい、これはあと最終的に下塞いでこの隙間コンクリートを打って、はい、であと横締めってこう緊張をかけて、ああなるほど、はい、で一応端と下それます、はい、あとは最終的にこう舗装して、はい、あのボランですかね、消すというか、はい、両サイドはい、そして完了と、うん、なるほど、それまた来年、来年、あ、そうか、冬は作業できないそうですね。あのクレーンが動くときにこのアマチュアのテーマが流れるみたいです。まあさすが岩手県という感じで、これは今フーチングの階段を今降りているところ、よいしょ、常用洪水脇が、はい、10個、はい、そうですね。カーブを操作する。これがやっぱり大変なんですかね。大変なのは、停止通り。はいはいはい。停止通り変。はい。まあ、引回しってこう、あ、こう、上がちょっとこう、はいはいはい。あ、確かにあれ大変そうですね。あれがないと、あのこう普通のダム用のスライド枠って、はい、そこについてるようなやつを、あ、上げてって、はい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 、あれがあるので、はい、こういう感じで、まあ、向こうにもちょっとこう支柱で組んであると思うんですけど、はい、四方向っていって、こうコンクリートを受けるための支柱を全部下から立ち上げて、下から、そっか、そうですね、立ち上げてこなきゃいけないので、はいはいはい、それが、あー、なるほど。多分うわ、
あ、これ今洪水履きのところを降りています。あ、これ非常用洪水履きですよ。もうできたら触れない、こんなところ。触っとこう。これはもう全部プレキャストですね。はい、あ、そうなんですか、はい、へえ。向こう側と向こう側。あ、そうなんですか、はい、へえ。最近流行りというか。あ、へえ、うん、普通に片枠でやろうと思うと、ここにこう足場を持ったときは、はいはいはい、プレキャストであれば、うん、内側に人がいて、はい、でプレーの据えてて、うん、中で下がる。なるほど。あ、あれですね、あの本当に下からこう支柱と、なるほど、全部こう組み立てて、はい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 、これは確かに大変ですね。手間がすごいです。見つけた。よいしょ。斜めっていうのは結構大変で、はい、あ、片枠を、まあ、下は下で、あの支柱上まで上がったらこう下にこう肩履くとか、はいはい、横は横でこう立てて、はい、上は上で一旦肩枠でこう蓋をしながらこう挫折していって、はいはい、で、まあ、何時間かしてまだ固まる直前ぐらいにそれを剥がして、外してこう逆押しして、そうか、そうしないと綺麗にならないですもんね。ああ、そうですね、確かに。あ、ちなみにこういうところのコンクリートと、はい、この堤体のこっち側のコンクリートはやっぱり配合とかは全然違う。違いますね。じゃあ普通の、まあ、こういうコンクリートと同じような配合で、はい、まあ、自体も小さいやつ。はいはいはい。こうやって打っていくんですね。あのコンクリートを挫折しないとできないんですよ、はい、フローチングとかできて、はい、今あのブラウトするところに上にコンクリートを埋めた以上に乗ってないっていうのがちょっと、あ、そうなんですか。それがないと要はあそこから漏れてきてしまう。あ、はい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 、そうか。どうしてもブラウトがやっぱこう方向を、はい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 、以前見せていただいた現場では、はい、あの関西路の一番下の段の下に向かって打ってるのは見たことあるんですけど、はいはい、それもあります。それもあります、はい、ここではこの上流側の、そうですね、あの打ち組のところに打ってって、そうですね、カーテンクラウチに打ってね、はい、はいはい、こっちもですよね、あの、そうですね、リムトンネルのみたいな向こうの山の、はい、あ、こういうふうに、はい、なるほど、へえ、なるほど。データリメって上流にこう張り出してるやつはもう全部プロキャスト。ああ、はあはあはあ、なるほど。そうか、そう言われてみればそうです。その方が早いし安全。そうですね、そうですね。僕がない頃は兵隊にこう画台を作って、はいはい、三角形の画台を作ってその上に足場とか、はい、さっきの四方形みたいなのを組み立てて、はい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 、で肩枠をつけて画材をして、はい、そうですね、やり方が、そうですね、
ここでクレーンの操作をしてるんですね。ここはあれですか、常用洪水脇はゲートレスですか。あ、そうですね、はい、予備ゲートみたいなものはなんかつくんですかね。もう何もつかないです。挫折が終わってるんで、はい、これぐらいですか。まあそうですよね。